の領海でね、あの大東鶴見降りる人はね、こうやって路肩によってね、みんな左に並んでるんですよ。まあ、トラックの場合ね、あんまり意味ないんですけどね。はい、大東鶴見インターを降りるときにね、暗黙の了解でね、皆さんこうやって左の路肩にいっぱいいっぱい寄ってね、並んでおります。まあ、朝のね、交通渋滞ね、避けるためだと思いますけどね。乗用車ぐらいやったらね、この右通れるんですよ。ただトラックやったらちょっとね、車線またいで止まってもらわんと無理やけどね。まあ、朝は混むということですよ、皆さん。よし、信号が青になりました。もう信号ちょっとややこしいですからね。よいしょ。で、右折して、で、ここでもう一回右折します。中間の速度、ここ結構皆さんややこしいんですよね。これまっすぐ行ったら161なんですよ。で、これを右に曲がると、もう一回中間の速度に戻るんですよね。ここ初めて来た時ね、なんかこう方向感覚がね、一瞬おかしくなるんですよね。ん？ってなるんですよね。何回か行ってたらね、ちょっとね、慣れてくるんですけどね。こう、Google とかね、そういう地図で合わしといたらね、なんかちょっとこう、右折じゃないんやけど、ちょっとこう、歪んでる交差点が、歪んでる交差点が2つ繋がってるみたいな感じなんでね。右折なのか右緩やかなカーブなのかね、ちょっと分かりにくいところもあってね。あ、皆さんもうね、あの路肩にね、トラック用車並んでおりますけども、ねえ、僕の場所ありますかね。ねえ、信号変わるまで曲がられへんパターンですね。あ、今歩行者信号が点滅しましたね。止まりましたね。よし、右よし、左よし、歩行者よし、後方よし。よいしょ。あ、重たい、重たいよ。よいしょ。じゃあね、ちょっとね、時間までね、まだちょっとね、時間はい、ということでね、荷下ろし時間までね、まだ時間あるんで、ちょっとね、おにぎりを食べたいと思いまーす。到着しました。いやー、あとはね、時間ね、入場時間までね、ちょっと待機します。はい、ということでね、到着しました。今からね、荷下ろし時間、まあ、入場していい時間までね、ちょっとね、待機いたします。はい、休憩に入ります。みやさん、よし、よこしょ。で、朝買ってきてサンドイッチは食べたんだけど、この大きな鮭ハラミっていうね、この新発売のこいつをね、食べていきたいと思います。よっ。あ、のり巻いてくれてます。さすが184円ですね。のり巻いてくれてます。いただきます。あー、美味しい。この油の乗ったこの鮭がめっちゃおい、あ、手押さえとかな。油の乗った鮭がめっちゃ美味しいです。めっちゃ美味しい。メガネ外します。ごちそうさまです。あー、食べた食べた。
日は一日雨ですね、皆さん。台風がね、どうやらね、近づいてるようなんでね。いやーもうバイクで出勤ねしたいなと思ったんやけど、やっぱりねこのバイクで行こうかなと思った時に限ってね、なんかよくね宮田ね雨にね合うんですよね。ねえ、俺多分仕事でバイクで通勤したことまだ一回もないと思う。休みの日はバイク乗るけど、通勤でバイクで行こうかなって、今日は早く帰れるかなバイクで行こうかなって思うんですけど、それがねなかなかねこの雨でね行けないんですわ。はぁ、あ、皮膚へほう、はい。ね、よあねえ、こんな感じですよ外はね。明るいですね。よっしゃー、門間完了。さて次の仕事、車種切り替えて堺の浅香山通りに向かって出発、行くぜ宮田。Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty facesAll the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show